い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。今回は信長の野望曹操戦国歴史伝井伊直親でプレーを始めて、今はですねその後継者井伊利通でのプレー続きをやっていきたいと思います。で、前回ですねついに今川家から独立を果たした井伊家なんですが、すでにその今川と交戦状態に入っています。で、今ですね対今川連合が組まれているんですけど、その対今川連合に属していない武田とも交戦状態になっていまして、今ですねこの清水山城で武田を迎え撃っているところなんですが、どうにも分が悪いという状況に陥っています。ですのでまずはですねこの武田とどう対峙していくかというのを、考えながら、場合によってはこの清水山城を放棄することも検討していきたいと思っています。今回は今川というよりかはどちらかというと武田との戦いに、ね、なりそうな、そんな感じになりそうですが、という油断をしていると鳥取城に向けて今川の軍勢が来るか。で、八橋城では同じく今川の軍勢を迎え撃っている状況なので、なんとか今いるこの鳥取城の軍勢だけで持ちこたえてもらうしかないな。か援軍の要請で期待してたこの鳥取城への増援は見込めないな。となると、とりあえず今川を牽制してもらいましょう。でだ、問題はこの鳥取城を落とされると中国地方での拠点失うことになるので、それは避けたいところですよね。で、この赤岩時家、統率が76、武勇74、知略が75か。率いている軍勢の数が6400で、一方味方はというと尼子隊3500、松井隊がちょっと軍勢減らしているので騎乗させましょう。宇野隊も騎乗だな。で、八橋城には人が入っていないので、八橋城に早急に人を入れたいんですが、そうそうも言っていられない状況だし、ここは黒井城から直虎を出しますか。で、武田城を襲わせましょう。そうすると武田城の軍勢が戻っていくはずなので、それでなんとか迎え撃ちましょうか。で、武田の軍勢が朝宮城を狙っているので、牧島は今のところ狙われていないものの、この後どうなるかわからない状況だな。となると何とも言えない、ちょっと情勢を見極めましょう。清水山城は最悪放棄するにしても、できれば放棄したくないというのは当然あるので、釜場城に2万5000、釜場城に2万5千の軍勢はどうにもならないな。恐るべき武田だな。このまま武田に蹂躙されるぞ、このままだと。武田とまさか交戦になるとは思わなかったな、ここまでの。清水山城は防衛できたとしても、釜場城が防衛できないな。しょうがない、危険だけど牧島城から軍勢を出しましょう。
いやー、これまずいパターンだよな、どう考えても。なんか戦力をじりじり削られていくっていう。出陣します。姫路からもちょっと鎌和城の援軍を出しましょう。出た。次のターンで出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。我が方の城包囲されました。お味方が捕らえられました。いよいよまずいな。出陣するぞ。戦力をかなり失っていってますね。厳しい戦いになってるな。どこもかしこも。ガッサン戸田城から人を出しましょう。まあ、ここはなんとか乗り越えないと本当に厳しいな。まずは配属で人がいないところには人を入れていきましょう。で、外交で朝廷、停戦はできないか。まずいね。まずは外交で朝廷外交はしときましょうね。これがまだまだかかるな。5ヶ月かかるか。5ヶ月間なんとか武田の猛攻、今川の反撃を食い止めなきゃいけないわけだな。まあ、地道にこういうこともこなしていかないとダメですよね。進出系もうカスナ城に関しては早急に城門だけでも回収しておかないと本当にひどい目に遭いますからね。デジロも気づき、いやー、この辺に関しては本当にね、しっかり城を回収しとかないともう怖さしかないからな。いやー、鎌場城が落とされるとかなり厳しい戦いになるんで、鎌場城はなんとか守りきりたいけど、2万5000の軍勢が来てるってなるとそうそう抑えられるものでもないですからね。こんなとこかな。まあ連合に所属している北条と毛利と今すぐ同盟を結ぶ必要はないので、今は攻められている首脳の防衛をしつつ、なんとか武田と停戦に持ち込みたい。いやー、鎌場城がここまでの激戦になるとは思わなかったな。清水山城からは一旦兵を引かせることに成功したものの、この鎌場城がかなりピンチになってるな。
で鳥取城も落とされるとかなり痛いけど、八橋城が落とされなければ八橋城の軍勢を、我が領内に敵が迫っております。お味方が捕らえられました。我が大野城、鳥取城が落とされるわけにはいかない。くそ、自利品だな。これは総崩れの可能性も出てきたな。軍勢をかなり消耗してるんで。今川強しだな。どうするか。釜場城もかなりピンチだな。伊賀上野の軍勢を、いや伊賀上野城とかもね、敵に囲まれてるんで軍勢を出すと本当に総崩れの可能性あるんですよね。見てもらって分かる通り、ほとんどの城に軍勢が今いない状態なんですよ。これ今川に今総攻撃を食らったら潰れますね。我が大野城包囲されました。出陣します。命を無駄にするでないぞ。なに、鳥取が持たないな。鳥取が落ちる。鳥取が落ちるとかなりピンチだけど、釜場と鳥取だな今。厳しいね。鳥取城はもうちょっと持ちこたえてもらうしかないとして、五着から森太平を出しましょう。持つかそれまで。我らには勝てぬぞ。何、鳥取が落ちたか。鳥取が落とされたのはかなり痛いな。八橋だけは絶対に守らないとまずい。で武田戦線はというと、なんとか目処は立ったか。釜場城の防衛に関しては、いやー鳥取城は早急に取り返したいけど、どうかな。我が領内に敵が迫っております。加勢いたします。お味方が討ち死にしました。城が取り囲まれました。いやーかなり厳しい戦いが続くな。せめて武田さえいなければ反撃の機会もあるんですけどね。いやー酒井忠次の9940とかもう話にならないな。出陣します。まずい、本当に蹂躙されていくこのままだと。これ見ると本当に軍勢の数が足りてないのが一目瞭然ですよね。いやー自利品だな。もうちょっと準備をちゃんとしとくべきだったかな。武田と和睦できればまだ反撃のチャンスもあるはずなんですけどね。まずは武田との和睦が最優先だな。中国地方は最悪放棄するしかないかもしれない。表情を始めます。報告いたします。京極高次とかね、まあ雇えるのはいいんだけど、まずは釜場城はなんとか防衛が成り立ちそうで、問題はこの3
陰地方ですね。三陰地方。八橋も防衛はできそうだし、なんとかなるにしても鳥取城を早く取り返したいな。何ここで鎌場城に増援1万400。いやー、なかなか武田も手を緩めてくれないな。出るとするか。まあ一応福原隊8000が鎌場城の増援に向かってるので、まああそこはなんとかこのままさらに敵の増援が来なければしのげるかなという感じもあるけど。まずいな。着々と城を落とされてるけど。何この1万2000の足利義輝隊。足利義輝1万2000とかもう話になんないな。戦いたくない、絶対。怒られる。我が方の城包囲されました。早くあと4ヶ月経ってくれ。武田と和睦したい。城が取り囲まれました。ご命令を報告いたします。先月の収支です。いやー、厳しい戦いがひたすら続くけど、名手の大友さんがなんかいまいち活躍してくれてないしな。さてどうしたものか。まずは鎌場城の防衛戦は引き続き頑張りますと。官兵衛はいるけど味方も7000いるし、まあなんとかこらえるにして、問題は3位だな。厳しいな。上市場、ここを失う可能性が出てきたな。とりあえず上市場を救いに行きたい。間に合わないかな。間に合わなかったが、上市場が落とされた。この上は撤退しましょうと言ってるけど挟まれてるな。ここは壊滅するぞ。部隊が武田と和睦したい。八橋城にさらに6600、伊賀上野城に2万。マジか。伊賀上野に2万はちょっとこらえられないぞ、マジで。どうする。いやー、時期尚早だったか。どっちかと早く和睦しないとマジでやばいな。伊賀上野は失冠するな。まあここはしょうがない。伊賀上野城はもう明け渡しましょう。おとなしく。城が取り囲まれました。出陣する。鎌場城はなんとか抑えたか。いや、これは今川と和睦した方がいいな、武田よりも。
なんとかあと3ターン耐えましょう。3ターン。あと2ヶ月。あと2ヶ月耐えれば。ちょっと家宝だけ買っときましょう。この先今川にすり寄ることになりますからね。待機せよ、城が取り囲まれました。八橋城まで落とされるのか。八橋城が落とされると本当に孤立するな。6600か。まあ今川まだ余力がありますからね、兵力に。一方こっちはもう余力がないからな。城が取り囲まれました。いざ戦え。室津城に対して16000、天神山城に22000。いやー、5着に16000ってもう一気に来るね、今川は。あと2ターン、なんとか耐えてくれ。天神山を放棄せざるを得ないな。ただ逃げる場所もない。まずい、本当にまずい。崩壊の道をたどってる。あと1ターン、なんとかこらえてくれ。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。何なりとお申し付けよ。もう家宝を全部買って今川にすり寄る準備を始めましょう。あと1ターンこらえてくれ。天神山は無理か。こらえきれるものじゃないな。お任せください。八橋はなんとかこらえるにして、この独立しといて同盟を求めるっていうね、超かっこ悪いパターンですけど、伊賀上野はもう諦めましょう。敵に城を奪われました。敵が我が領内に向かっております。敵が我が領内に向かっております。城が取り囲まれました。本当にまずい状態だけど、なんとかこらえてくれ。お味方、討ち死に。城が取り囲まれました。城が取り囲まれました。なんとかこらえてくれ。お味方が捕らえられました。天神山が落ちたか。ご命令を報告いたします。なんとかこらえてくれたぞ、みんな。和解しましょう。今川さんと、何、今川さんと和睦できない。連合に加盟中の勢力は選択できませんって。マジかよ。待ってくれ。これは完全に予想してなかった。どうする、今川と和睦しないと潰されるぞ。いやー、武田といえどもやっぱり今川だよ。今一番やばいのは、いや、これ本当に迷う。このまま連合に属してていいのかっていう話もあるよな。はっきり言って今連合にいていい思いをしている点は一切ない。ってことは連合を脱退して今川と和睦する方がいい気がするな。ただ毛利もな、怖いよな。いや、ここは連合を脱退する方が先だな。ただ使者が到着するのに25日もかかるのか。
いやー、これは厳しいぞ。あと1ヶ月持たないぞ、どの城も。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。